えー、速塾の久保です。今回は Google マップですね。メールが来たんでちょっと読んでいこうかと思います。あなたが追加した場所が人気を集めていますということで、岡山の太陽の丘公園というところでね、私あの写真をこの Google マップにアップしたわけなんですけども、こちらの方が10万回以上閲覧されてるみたいですよね。10万回ってすごいですね。YouTube でもブログでも10万回ってなかなかアクセスしないんですよね。Google マップの威力がうかがえます。 はい。で、次の方、下の方を見てみると、閲覧回数がえげつないですね、これ。1 10, 100, 000, 10, 000, 100, 000, 000、10、100、1000、万、10万、100万、1000万、1000万回ね、閲覧されてるということで、私の投稿が1000万回日の目を見たということになっております。で、投稿写真枚数はおよそ6000枚、5987枚になってます。口コミも結構書いてるでしょで、閲覧もされてますしね。うん、で、抜くい。 スプリングスというね、これホテルなんですけども、ダムのあるところですね。これは、20日市から吉和の方に向けていくところだったかな懐かしいな、これ。で、えっと、閲覧回数が1000回に達したのは、えー、大人気の小谷サービスエリアですね。広島の方に向かうときに、ね、必ず寄るところです。あの、アンデルセンのパン美味しいですよね。で、えー、おもちゃの国、西岡ってのが、これはね、 笠岡駅前にあったおもちゃ屋さんじゃないかなと思いますけども、こちらの閲覧回数は100回ということで、136人に見ていただきました。えー、恵比寿通り商店街といえば、これは、恵比寿通りっていうのは、これも岡山笠岡ですね。恵比寿通りっていうのは、確かね、広島県の、広島市の、う比ん、恵比寿通りっていうのがあったような気がしたけどなで、閲覧回数、こちらの7万回です。なんでしょうか海鮮丼の丼屋さんが、こちらが、 7万回と。そして、お好み焼きのタカちゃん。こちらの方もね、そっか塾の塾生さんと一緒に食べた時の映像だと思いますけども、7万回を超えております。はい。えー、で素朴なところでね、えー、三井住友銀行の福山支店っていうところも4万回以上見ていただいてますし、えー、三つの駅、道の駅ですね。道の駅ビンゴ府中の方も4万回の閲覧ということで、何気ないところの画像って結構見られるんですね。えー、それがですね、マチプラザ。これ3万回以上見られてますよね。 うんまあね、写真撮ってあげるだけなんですけども、アクセスだけはものすごく集めてくれるのが Google マップです。皆さんもやってみてはいかがでしょうか。ただいまローカルガイドレベル8でもうすぐ9になります。ローカルガイドレベルは10までしかないんで、もうちょっとでノベルつぶねることができるなと思ってます。では、失礼します。